アビガンが COVID-19 の治療薬に臨床試験で効果を確認。本日中国の科学技術省が記者会見を開き、富士フィルムのアビガンが COVID-19 の治療薬として臨床試験で有効性が確認されたと発表しました。この臨床試験では100人の患者を対象にアビガンが投与され、 投与した患者の方が短期間に陽性から陰性になり肺炎の症状などが改善したとされておりますこのアビガンについてはすでに日本においても患者への投与が始まっておりますがこのアビガン妊婦や妊娠する可能性がある方については ががが生ままれれれる恐れがある恐あとしてて使用が禁止されておりますこういった副作用もあるアビガンでございますが中国においては治療薬として効果が確認されておりますので日本政府には国内においても慎重にアビガンを投与しつつ COVID-19 の 患者の皆様を何とか救っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。